2021年1月30日のBニュースをお伝えします。焼きエビピラフ、和風料理がマニアの間で注目されているようです。焼きエビピラフはその名の通り、エビピラフを直火で焼いたものです。焼き加減が難しく、すずくろ焦げになってしまいますが、うまく焼けた時の味は絶品だそうです。マニアの間で知られる明美穂村さんは、危険なので素人は手も出さないようにと語っていました。マジのみーに聞きました。それに関してもう少し熱く語り合いませんか？これっていつもそうされるんですか？はい、1月30日のミーニュース、藤井がお伝えしました。